運んできましたストークです。遊戯王モンスターカプセルチビ続きからやっていきましょう。前回ですねダイナソー龍崎を倒して4階に来ました。で4階でね、腹話術にボッコボコにされましたね。本当大変だったということでね、今回は雑魚戦をやっていきましょう。雑魚戦といっても強いんだけどね。何あれ、シルバースピリット8ダッチナイス。結構ね一発でやられんかったっけな。あ、一発でやられんか。オッケーオッケー。もう主力のメデューサのね亡霊とかなくなってね、今ねタイガーアックス、ソードドラゴン、メガザウラー、復讐のソードストーカーですね。復讐のソードストーカー攻撃力高いんで守備力はねめっちゃ低くて、タイガースプリット、オッケー。で嘘、やばい、やられるくない、大丈夫。あ、まだいけるね。オッケーオッケー、よし、オッケー。54、55、オッケー。経験値6。あれで経験値6ってねマジきついんですけど、はい、あとこいつですね。こいつよくわからんけど、とりあえずソードドラゴンで簡易攻撃でね、よし、オッケー。ダイスの攻撃って本当にねきつい、意図せしぬこともねめっちゃあるからね。22、オッケーオッケーオッケー。フィールド効果に支援効果入るとねもう鬼になるけど、よっしゃ、当たる。オッケー。滅殺、やば。あれ、三色だな。あ、6、おお全然食らわんわ。劉備剣、いいね、やっぱ守備硬いっていうのも助かるね。83、はいよ、行きますよ。オッケー。お、メタルガーディアンいいね。メタルガーディアンはいいよ。あとのとりあえずキャラ的はこいつですな。このこれか、なんか分からんけど、うわ、やば、ポイズンゾール。ソードストーカー結構食らうんだよな。14。
26、わめっちゃ暗い。タイガースプリット一発でありますように。ファイヤーボール、支援効果メートル、やばい。あ、ソードストーカーやられないで。あ、やられたった。ダメだ、低確率なんだけど、ソードストーカー攻撃力が低すぎる。あ、レアが1個なくなっちゃった。まあいいよ、もういいや、悲しくてね、もう涙も枯れてしまったよ。あー、マジかー、回避された。おっしゃ、クリティカル。はい、攻撃、タイガースプリット、当たんねー。83って、2811か、そんなくらいあんねん。うわっ、マジか、当たらん、全然当たらんぞ。どんだけ運がないんや。きついな。はい、よし、41。ファイヤーボール、55ね。山梨なんでしょ、大学生なくなったらもう私は泣けるよ、絶望しかせんよ。頼むよ。 82？ え、やばくない？ちょっと待って、どんだけミスるん。ちょっと待って、マジでやめて。はいって感じは、あと8しかない。頼ます。うーそでしょ。はーい、マジ意味がわからん。よし、ニス、ナイスミス、ナイスミス、ナイスミス。よーし、なるほどな。はい、ではですね、今回はここまでさせていただきます。次はね、ダークルーマスターに挑みたいと思いますので、よろしくお願いします。ゲーム実況はストーカーフロントきました。バイバイ。ボクスザレボリューション、このトリドがチャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル